4月6日畑に行く冬に畑を始めて5か月春になりました私は怒っているこの雑草が抜いても抜いても生えてくるのだこいつは と呼ばれている私はすぎなが嫌いだ私はこのすぎなを根だやしにしてやろうと思った地中深くまで伸びたすぎなの根をむしり取るのだ。 上辺だけ取り繕っても何も変わらない芯の部分から変えていく私は桑を振り下ろすたびに人生の真理が見えてきた。 見えてきたのは体力の限界だった